月で4人もこう来てくださるっていうのが、はい、びっくり。学者登録検索して来ました、はい、もう来ていただけるのが当たり前、続けてくださるのが当たり前、一月4名5名来てくださるっていうので、うん、自信が持てるようになったっていう、この広告費が0円、なる、うん、これだけお客様が来ていただけるっていうのが一番すごいところだなと思いました。もうちょっとネイルサロン行きたいという人が、うん、ちょっと検索キーワードを見つけて、うん、すぐブログが入るっていう、はいはいはい、安定して入るっていう、うん、うちでブログを更新するだけで、はい、あのお客さんが来て、うん、ブログからコンスタントにお客さんがちょっと入ってくる、売り上げ確かに最3倍になって、はい、1年後に最高の7倍になったんです。もう失礼しました、ね、もう左打ちは正直な、それで9日だったから、そうです、1件来て、はい、まだビギナーズラックビギナーズ、その後、はい、またすぐにポンポンって入るようになって、はい、あ、これいけるんだな毎月それが続いてきたので、はい、あ、できるんだな、あ、2ヶ月ぐらいが投稿すればな、これブログ見てた人が僕のブログを見てみて、あ、一緒に連れてきたな。パソコンが得意じゃないので、多分パニックでした。もうみたいな、はいはいはい、本当にこう個人でうまくいってる人っていうのはほとんどいないって、はい、あ、上川さんに知らせなきゃみたいな。なるほどですね。誰かに伝えたい。あ、伝えたいですね。舞い上がってましたチャンスだと思って、あ、もう本当やってよかった、はい、今の注文が入ってきたので、ブログの記事を見たお客さんが勝手にブログで営業してくれて、ね、営業マンですね。で、知らない人から注文入ったと、はい、素晴らしいですね、ブログの効果について。なるほど。